どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア、お前に一つ言っておきたいことがある。ジュビーン。何の話ですか？いや、大したことじゃねえんだけど。ジュビアには大したことかもしれません。これってもしかして愛の告白なんじゃ。どうしよう。ジュビア！あれ？私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か？今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に、私の命の分だけ時を。時が戻っ、1分、私の命の代価が1分だけ。そんな、私は誰一人として救えなかった。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア。なんだ今の。俺が殺される。ジュビアも見ました。なんだよ突然。自分の死ぬ幻覚とか不気味すぎんぞ。あの辺りから小型が現れて。本当に来やがった。どうなってる。誰かが教えてくれたのか。誰が。奴の動きが見えた。その1分は人類の反撃の起点となった。今のは一瞬未来が見えたような。シャルルの力か。私じゃないわ。未来でもないよ。それは分かってる。姫、ここは魔導士たちに任せて引きましょう。いいえ、ここにいさせてください。私には見守る義務があるのです。みんな、これ見て。ルーシー様、何ですかこれは。
未来の私のメモ帳なの。ここを見て。万が一この時代においてエクリプスが破壊された場合、未来においてエクリプスは存在しない。連鎖的に私の存在は消える。これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょ。すると未来はエクリプスが破壊された未来に塗り替えられる。未来にエクリプスが存在しなければローグはこの時代へ来る手段がない。そうか、ローグが未来から来なければこの世界は本来の歴史に戻るはず。しかしすでに起きてしまったことを止められるのでしょうか。うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。この巨大な建造物をどうやって破壊するか。ありったけの魔力をぶつけるしかないわね。はい。耐性の強いマギナニウム合金を使っている。簡単に破壊など